だローラーとか全然できないと思うな。ローラー提案はクソ怪しいって。ダウンロードできたらいいな。ナイス。あれ？いやーもう。よし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 。ライボー。素晴らしい。いやもう最低エレガントガルのね。もうぐるぐると配電盤終わっちゃったもん。俺本当申し訳ないなと思ったからキッチンから向かったからね。わざ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 行ったから、あこれはまた申し訳ないことしちゃうと思って。長いね。ちょっと高田さんインポスターっぽくないですか、慎太郎さん。どう思います？めっちゃインポスターっぽいですね。なんでだよ。なんでなんでこんなにいいボタン押してんのに。なんかあるまた肌の色か。ボタン押しに来るってないですよこの人。キッチンで置いてからミーティングにボタン押しに来るってことはタスク持ってないですよこの人多分。いいです。アドミン情報でミーティング3だったんですけど。あ、どこにいたの？ミーティング 3？ 慎太郎は確実にいるやろ。僕もいますよ。村さんと慎太郎の3的にこの2人じゃん。あ、じゃあそれ以外が多分で、ね、ほぼ全員キッチンにおるわ。僕はキッチンからエレクトリカルまで突っ走りましたよ。あ、そう。なんでなんだよ。マジで変な動きすんだよ。配電盤やりに行きました、配電盤。いいことしたのに。いや、ケイさん、さすがでございます。大コモド。ありがとうよ。大コモドだな。誰が大コモドでした。一人増えてる、誰？そういう設定だから、申し訳ない。もっとなんでしゃあないっす。そういう設定。もっとなんでしゃあない。入れてください。もっと。本当にモッドやと思ってるわ。メインホール。これセキュリティにないな。剣下から。セキュリティ行くか。剣下からがエレキ下側にいたな。いい。アーカイブか。アーカイブね。じゃあ気になるから剣下からの後追ってみっか。死体出てたら面白いねっていう感じで。あらららら。あ、うん、あら。今さっきいなかったっけ？どこにいました？貨物。これ原産貨物？これか、あ、ごめん、俺見間違えた。アルマか？アルマか？アルマか？なんだ。これ見間違えた。じゃあ、いや完全に同じ格好だから。うん。ああ、そう。紛らわしいな。ズズさんちょっと僕の真似するのやめてほしい。ズズさん見たことない。メイン待ちで、あ、先あれば。見てない。誰も見てない。メイン脇で速攻ゴミ捨てと現像だけやってから宿舎上がった時に宿舎の左の扉が開いてたんで誰か金庫室入ってたと思うんですけど、あ、それは僕です。あ、慎太郎さんで、僕は金庫のタスクやってからミーティングでボタンです。じゃあズズは見てません、申し訳ないです。エンジン分けでズズ見ておらず、武器庫、キッチン、セキュリティに向かってセキュリティで鬼木と合流。最後カメラ見たけれども映ってない。ズズさん、あ、ズズさん初手キッチン脇だ、それだけ見た。あ、そうなんだ、うん、で左なんだ。じゃあアルマめっちゃ移動してる、あ、そうです。僕左側に今回助けなかったんで間違えてキッチン脇してイライラしながら走ってきました、メインまで。キッチン脇からどっちに行ったかって分かんないですかね。いや、あ、でも僕が初手席の方に走ってってるから、右には来てないです、うん、初手は、うん、マジ上でも見てないですよね。だから向こう方向か、まあ分かんないです、もう最初手しか見てないからだいぶターン長かったし、僕宿舎前で湧いて速攻金庫室入ってそっからキッチンまで移動してるんですよね、うん、で道中にズズさん見てないからどこに行ったんだろうって思って。右はいないけどな。あのね、展望デッキの停電直したのが俺なんですよ。はい、うん、
だからごめん、多分七子さんも当然黒市に入るけれども、展望デッキの停電前にもズズはいない、キッチンもいないっていう、うん、そういう感じ。じゃあセキュリティが、セキュリティは最後俺と鬼木が入ったから、いなかった。そこにもいなかった。僕はカメラ見てて、高田さんがエレキいた時に僕はセキュリティ行ってタスクしてカメラバン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 って見てたらアーカイブに高田さんがいるのを見てます。あれこれボタンだっけ、ボタンですよ、ボタンです、ボタンです、ごめんなさい。まあ僕目線は奈々子さんが展望できっていうのが一番しっくりきちゃう。やったな奈々子、やってない、やってない、やった、これやった、やってない、もうやったいや高田さんの経路がどうなんだろうって思うけどな。早すぎないかな。はいはい、はいよ。泣いてる。明日は雨だ。中野くんはキッチンで沸いて、あのセキュリティの方向かったんだよね。はい、もう最速で向かってます。おにきと中野くんは、あ、はすれ違った？あ、エレキの下ですれ違いました。あ、そうなんだ。めちゃめちゃ序盤っすけどね、もう本当に始まって10秒も経ってないと。右で死にし合ってる人って誰でしたっけ？僕と銀さんとメイヤさんは、シャワーアーカイブ付近に行って、はい、厳しいと思います。左側のキルだった。左側のキルは俺も。左側のキルっていう風にもう確定させるのであればアルマさん高田さんまで弾いてください。お二人は貨物で私最後にお見かけしています。てか僕メインシャワーあたりに結構いたんだけど、メイン脇で、メインの配線タスクやってシャワーに入った段階でゲンさんがシャワーヘッド直すタスクをしていて、その時に、アルマくんがメイン側から入ってきて、でエレキに降りてエレキで高田さんとすれ違い、そのタイミングで停電になり、でメインに登ってシャワーアーカイブっていった時に、オラフ君とすれ違ったっていう時期です。あってます、あってます。これってまあ富士宮を弾いてくれるならローラーでもいいのかなって思ってるんですけど、いや僕はダメでしょう。入ってるけどでもいや、まあ、左確定じゃないと思うんだよね。あしかし、まあ、その左確定ではないっていうことはその肉の位置がもっと右に寄ってくればくるほど今白と言われてる東も怪しくはなると思います。あてかね、最初盤だけですかね僕が見たの。でもささすがに、ズーさんが右に抜けてるんだったら竹尾さんとかアルマ君が見るじゃん。いや違うんだよね、あの僕停電入ってるし、セキュリティの下の方のアップロードの方にも行っちゃってるから、その間に抜けてたら分かんないってこと。なるほど。アップロードはそれ竹尾自身アップロードしたってこと。そう。ああ、じゃあ全然エレキからメインとか行っててもおかしくない。そうなるとメイヤーとかぐらいしかできる候補が増えるとしたらそれぐらいしか。で高田さんって最後どこにいました？今これ貨物貨物、エレキから診察貨物って言ったんですか？うん、エレキからシャワーの勝ちだけやってそのまま貨物のロミジュリを覚えに行ってるってる。だとしたら高田さんズズさんに会ってないと僕その後すぐ多分上がっていってますよ。で俺は最後シャワーですれ違ってるはずだから。あ、でもあれか、俺がアーカイブ抜ける瞬間って竹尾は多分カメラで見てる。うん、だからまあ、はい、右側にいる人たちは結構薄そうではあるんだけど、うん、まあ、完全に映らないんだったらですね、これは大丈夫、はい、ローラーとか全然できないと思うな。ちょっと印象言っていい？無事には怪しくないか？あいつも一応容疑者だろ。ローラー提案はクソ怪しいって。ナイス。はい。はいはいはい。あ、ちょっと死体出ないボタンを押したかったんで。はい。ナイス。あ、じゃあ最後聞きたいことが一個あったんですけど、停電直したの奈々子さんで合ってますよね。はい。展望で直したってことですよね。で直した。あ、オッケーです。うん。まあ神様か奈々子さんか、まあ富士宮さんのどっかにいると思うけど。いやー、死人情報だ考えるとコックピットにしかいねえのかなと思っちゃったんだよ、ね、もうそんなるとまあ慎太郎さん、まあ、コックピットになったらもう僕か奈々子さんぐらいしか、うん、そうだね、切れるうちにいないかな、まあ、どこ行ったんだろうな。もちろん俺は展望で、いやでもキッチンから始めどう向かったかなんだよな。
いや僕はね、まあ停電があったから普通に考えればズさん直しに行ってるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、キッチンには行ってそんな遠くに行ってるとは、うん、まあ、いやでも結構長かったっすよ、あのターン長かった。停電ってどうだった、うん、停電自体が長かったか短かったかってどうだったっけ。覚えてないな、覚えてない、そんなに長くなかったと思います。そうだよね、そんなに長くなかったと俺も、うん、でしかも停電中は多分ね、僕メインの配線、シャワーの配線終わってエレキに下ったタイミングで停電だから、キルクル開けてないんじゃないかなって思ったけど、どうなんだろう。本当に開けるか開けないかのギリギリぐらいだと思いますけどね、多分時間軸的にはね。あれ、七子さんって展望で停電直して、その後はどういうあれで、その後はセキュリティの方向かって鬼木と合流したし、うん、鬼木がセキュリティにいたのを確認して、うん、でタイミングぐらいで多分ボタンになってると。あ、でもあれも見た、カメラも見たわ最後で。カメラ見て、ゲンさんと、あの剣士が覚え剣のとこ行ってて、ゲンさんがその覚え剣のすぐそばに行ってるとこまで見た。はい、死んだなって。慎太郎さんは、僕は最後キッチンまで行ってますね。宿舎前金庫からキッチンまで、うん、ダッシュダッシュ。慎太郎さんがエンジンぐらいで、ズズさんがコックピットに抜けてたら、うん、僕もあるのか。まあ僕別に藤宮くんは薄そうではあるかな。ボタンを押してるから、俺がズズさん見てないと藤宮くんが切れる位置にいないように感じるけど、まあ停電中に抜けたとかはないのかな。あ、それはあるから一応白は出せないけどほぼないぐらい。うん、そうな。新7濃いめの藤宮薄めってことですね。そう、それぐらいの認識で、うん、まあ切る待ちでいいかな。うん、まあ安易にローラーに持ち込まなかっただけでもよしとするか。ベント移動とか全然あるんじゃないかなと思ってる。奈良子さん、あれ早い、なんだろう、早い。何にも進まないじゃん。すげえ。紙ボタンでしたよ。僕、ダウンロードと給与終わりましたよ。まあ、僕もアップロード終わったんで、タスク中だったんで。重いけど入力したいしかしてない。え、でもこれ、後半ボタン足りなくなるような。ちなみに僕ももう次でタスク終わるんで、いいタイミングだろうと思ってますよ。まあ、でもみんな結構。るかなと思って押したんで。うん、タスク終わるんじゃないですか。うん。あ、終わると思う。てかもっと僕残ってますね。はい、あ、頑張れ、俺。使ってないんだ。頑張れ。頑張れ。鈴鹿が元使ってないタイプだけど、まあ、霊界だから多分大丈夫だと思うし。いやいやいや。なん、そうね。うん。僕はもう終わり。いや、早いな。いる？誰にいるかな。俺あと50個ぐらいあるかもしれない。そこは頑張ります。誰も死ななかったら奈々子さん釣ってもいいから。え？ああ。多分ガチなインポスターっぽい感じです。9人になる。疑われ位置からね、多分。いや、あの話せないと思う。奈々子釣るぐらいだと俺釣ってくれ。じゃあ消してください。ひどい。ひどい。俺の消したみたいな感じだったのに。嘘だ。急に切り出す。どうなんでございますよ、消した。どうなんでございます。ローラーでございます。ローラーはやだな。ローラーで。まあ、実際は全然タスク終わる見込みまだ立ってないんですけれども、こうやって圧迫することによって浅はかなキルを誘導させるという、そういうことでございます。慎太郎宝剣士。剣士高田慎太郎41秒やばすぎー。わー、生きるか。奈良子さん知るの、メイヤさん知る。最後アドミン見てて、ミーティング2、シャワー2、リフト1と、あとラウンジかな。あ、ね、最後アーカイブでレポートが光ったんだけど、死体が見つからなかった。いや、ないと思うけど。じゃあリフトじゃないですか。いや、まあ、さっさと押せばよかった。41秒で押してます、ちなみに今。
ミーティングはアルマさんともう一人誰ですか？メイヤさん。メイヤ。さてはシャワーです。いや、アーカイブに下はあると思ってて、ラウンジからシャワーに向かう、その通路上アーカイブ通ってるっていうか、だから、アーカイブの右下ら辺を通過してレポが光ってるんで、オラフ右下オラフ君ってないの？いや、アーカイブにしたいなんて絶対ないと思う。ないのか。オラフ君どこにいる？あ、僕メインです。最初メイン上がった。僕アーカイブからラウンジに入ってます。アーカイブの上を入れてからラウンジに入ったから、あのゲンさんってコックピットの方行ってるから、僕藤宮くんほぼ書くだと思って、いや来てない。あ、そうなの。うん、開幕ゲンさんが左に行ってたよ。あ、ドミン情報ずらしたから。あ、エンジン脇からね。はいはい、見ました、見ました。リフトがあるんで。で、藤宮くんな、僕、そこいないですけど。アルマメイヤゲンさんの3人でエンジン脇して、うん、あ、そうなんですか。で、僕は給油やって、コミューのダウンロードやってました。だから、そもそもまあ、で、そこから武器庫側の扉が開いてたんです。あ、どうぞ。全部聞こえてる。何話してもらう。アルマ、このボタン何秒って言った？41秒。あ、ちょっとオラフ君どうぞ。あ、いや、ごめんなさい。いや、僕エリキメインって言ってるんですけど、アドミンついてなかったですか？ちょっと上側しか覚えれてなかったんで。で、僕が疑われるのはまあしょうがないんですけど、じゃあ、僕と慎太郎さんのローラーでお願いします。あー、それでいいの？俺、初日の容疑者だもん。慎太郎くんはキルできないと思うな、この日は。いや、うん、高田さんの方が先にシャワー入れてるから。まあ、ゲンさんのキルに絞るんだったらかな、多分。そう。え、ゲンさんの高竹をまで右にいたから。そもそも僕はまあ見てないんで。で、あれも停電直した人が。ゲンさんのキルだったら、初日で慎太郎さんとローラーでいいんです。藤宮高田かなって思ってる。で、死にてるからな。コミュでダウンロードしてたので、そもそもコックピットの扉も閉まってましたし、最初は。慎太郎。メイヤオラフ君。高田さんかな、じゃあ。シャワーでしかないよな、キル。シャワーでしかない。あれもボタンいねんだよ。ナイボ。はい、ナイス。ナイボ。ま、ま、僕はもう藤宮君で連れてると思ってるけども、アルマが隠しろですね。それだけ言っときます。多分、残りの1は、アーカイブでレポートが光ったのは絶対なんで、これからその場合は僕がインポスターだから、うん、まあ、3択、僕、竹雄さん、高田さんが現場にいたから。ああ。で、僕は、結果、奈良子さんが死んだことから、奈良心が白白だったんで、ロラを止めた竹雄さんの方が印象がいいんで、高田さんの方を疑ってます。俺はそもそもロラ提案もしてないし、もう一個言わせてもらうと、アーカイブにしたいってないと思うんだよな。アーカイブには多分ね、なかったと思うんだけど、シャワーのカゴの近くとかだったら、もしかしたらそこら辺で光るのかなって、うん、そうなると高田さんかなと思ってるんだよね。ちなみに、メイヤさんってミーティングまでの経路だけちょっと聞いてもいいですか、はい、あ、僕は、アルマとエンジンで湧いたじゃん。はいはい。もし藤宮もいたんだよ。で、藤宮が最初に左に行って、僕はエンジンの配線タスクをやってる最中に、ゲンさんが右から左に行ってるのね。で、ゲンさんがエンジンの扉の前に立って、エンジンの扉を開けようとしてるときに、僕は、右に抜け、宿舎前に行って、金庫で着替えタスクやって、ミーティング残ったっていう時系列。OK。まあ、右側に寄ってないんだったら、やっぱ、まあ、てか、まあ、右って言ったら視認されるか。確実に扉をね、開けようとしてたから、ゲンさんは。確実に左に行ってるはず。だから、できるとしたら、オラフ君ぐらいしかないと思う。オラフ君が一偽装してね。ああ。でもその場合藤宮君のアドミン情報に引っかかるはずだからあ、まあ一応引っかかってはいましたね。リフト1が名乗り出てなくてメインとかのやつが出てなかったんです。ああ、出してなかった。まあそうです、まあ、
まあ、小一の荒山くんに進行を任せますわ。え、まあ僕タスク、まあ一番安定取るんだったらオラフくんか新様つっての。いや、いいんじゃない、いや、まあ多分連れてると思うけどな、今のもう30秒以上経ってたし。俺目線だと、もうオラフくん。タスクが一番丸いと思ってた。うん、タスクでいいと思うけどね。はい。はい。右側の状況があんまよく分かってないですけど、新様と竹雄さんすれ違ったってことは、はい、あ、ランチですれ違ったのか。そう、その辺ですれ違った。高田さんの方が先にいいけど。いや、これは高田さんですね。この七子富士宮慎太郎の容疑の中でキルできたのが富士宮しかいないということになるので、この違うな いないっていうわけではないな。そこに異動の可能性もあるのか。一応でもこのキルした後の情報を出すには3人に囲まれてる状況で光ったっていうのはかなりリスおい、あ、タスク終わりました。アルマ、何アルマチどこ、アルマチどこだ。まあこれ下位置わかんないけど、タカラさんがエンジンのベントに入ってるとこは見たんで。アルマチえ、俺はいあ、じゃあ慎太郎との対立になっちゃうけど、まあローラーで、まあ僕もタスク今終わってるんで、どちらでも。ミーティング2人いたんだあれですか。あ、僕とタキオさんかな。はい、はい、メインホールに2人いたんだあれですか。どのタイミング。ああ、もうなるちょっと前ぐらいです。ちょっと前、エンジンルーム2からメインホール、エンジンルーム2から2とメインホール1からエンジン1メイン2になったから、エンジンからメインに移動してる人がいるわ。これはずっとエンジンルームの左側でちょろちょろしてますよ。僕はそのオラフ君と竹雄さんが宿舎前に2人でいるときに、また U ターンしてエンジンに行って、その時に弁当見て、また宿舎前に戻ったって感じになってますね。まあ移動経路、新高ロラで5人なんで、え、あれボタンを余った、多分俺が釣られそうだけど、オラ名かけて、僕余ってるんで大丈夫です。いや、新太郎が余ってる竹雄さんあるんじゃないですか。え、最後にエンジンにいたの誰ですか。いはい、え、慎太郎くんじゃん。いや、だからまあどっちもいいんですけど、ボタン余ってるっけ、メイオラタケって。僕はない。え、タスクじゃダメっすか。いいよ、でもいいですよ別に。僕タスク終わってます。あのミーティングであと1個で終わりなので。はい、じゃあスキップします。いや、でもズズさんが終わるっしょ。ズさんもっと入れてください。キス。一応安全取っとこう。一応安全取ろう。ほぼ高田さんだと思ってるけど。ナイスです。ナイスです。ナイス。インポスターの人もナイスって言ってた今。おしゃれな殺し方したでしょ、アルマの。ああ、よかったですね。おしゃれな殺し方。あれはインポスターとクルメイドが手を取り合って。手を取り合って。いい。手を取り合って。あ、そうなんだ。手を取り合った。素晴らしかった。正直、モーション全く見えんかったけど。気づいたらしい。七子慎太郎でローラーして、宮ちゃんは残すかって めっちゃありがちな進行だなと思ったから、すげえ危なかったですね。よくこれ、ズズさんはどこで切られたんだ。エンジンの真ん中。エンジンルームの真ん中。どうやってエンジンまで行きました。誰も通らなかったのよ、そこを。どうやって行きました、左側。コミュから僕はエンジンルーム行って、上から藤宮さん来て、足嫌いで藤宮さん上戻ってったから。わかんねえ、それは。ミーティングボタンで行ったんですよ、ね。危な。じゃあもう本当に俺が通過した後ぐらいか、多分。まあ、それか停電で単純に。はい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 。あ、でもそれ脇はどこだったの、宿舎。いや、キッチン、キッチン。宿舎じゃない、キッチン。キッチン。あ、じゃあ俺はエンジンで湧いてそっち向かったから、すれ違わへんかった。たまたまね、多分。いい綺麗だった。いや、素晴らしかった。うん、美しかった。
もうボタンがきつすぎて。確かに。ねえ、あれはかわいそう。素直な泣きだったんだ。素直な泣きだった。助けてくれ。助けちまう。超いいボタンだもんな。そう、めっちゃいいボタン。よし、よかったね。勝てて。